はい、おはようございます。勘九郎です。今夜の7時半ですね。完全に昼夜逆転しちゃいましたね。昨日も寝たのが朝の10時ぐらいだったんで、お昼前から寝るって感じですね。お昼前から寝てこのくらいの時間に起きてくるっていう感じなんで、もう完全に昼夜逆転してます。今日7時にねサブチャンネルの方動画アップされてるんですよね。それに多分コメント来てると思うんで、それね返信したいと思うんですけど、先にコーヒー牛乳飲みたいですね。はい、じゃあちょっとコーヒー牛乳飲みます。じゃあいただきます。チャンネル登録よろしくね。朝ごはんも食べようかな。お腹空いてるんで、サラダチキンですね。これ食べます。いただきます。うん。うん。美味しいです。うん。なんでこんなにでも昼夜逆転するのかな。もう絶対ね、昼夜逆転するんですよ、僕。一回治っても、絶対昼夜逆転するんですよね。うん。どんなにね、朝方の生活になってても、ちょっとずつね、寝る時間がずれていって、で、こんな感じでね、もう完全に昼夜逆転してしまうんですよね。なんでかな？じゃあね、歯を磨いて、顔を洗います。はい。じゃあね、今ね、もう8時前で YouTube のね、コメントが結構来てるんで、それをね、返信したいなと思います。はい、ずっとコメントの返信してました。で、今ね、10時56分ですね。11時前なんで、どのくらいやったのかな？ 2 時間くらいやったのかな？うん。で、今からね、TVerでね、テレビドラマ見たいなと思います。クドカンさんが脚本書いてる、新宿野戦病院っていうね、ドラマをちょっと僕、今シーズンはね、見てるんですよね。それも、母にね、面白いって言われて、1話から見てて、で、今、第2話がね、水曜日にアップされてて、それまだ僕、見てないんで、今から、視聴したいなと思います。はい。横浜からかも、身分証ないと無理。それ、聞かれる2回目。はい、今ね、新宿野戦病院だっけ、クドカンさんがね脚本書いたドラマを見てました。で、その後ドラマ見終わってから水曜日のダウンタウンもね見てました。はい。で、さらに嬉しいことにね、 YouTube にコメントがまた来てたんで、それを返信してました。はい。で、今ねこれですね。2時半になってきたんで、ちょっとね、小腹が空いてきたんですよ。なんで、ちょっと今からコンビニへね、行こうかなと思います。はい。はい。今ね、コンビニへ向かってるところなんですけど、なんかね、こんな時間なのに結構人がいますね。自転車とすれ違ったりとか、歩いてる人もね、結構います。今から連休だからか、これから仕事が休みの人が多いんだと思いますね。うん。まあ、そんな感じです。とりあえずコンビニへ向かいますね。はい。今ね、
コンビニに向かってるところなんですけど、やっぱり人多いですね。今もカップルみたいなのとすれ違いましたね。うん、それはさっきも言いましたけど、今日から連休ですもんね。夜飲んでたりとかしてこの時間まで起きてる人が多いんでしょうね。僕結構深夜徘徊とかしてる時にも言ってるんですけど、この時間帯に外出た時ね、やっぱりできれば全然人がいない感じの方が嬉しいですよね。落ち着くじゃないですか、人がいない方が。まあそんな感じでもうちょっとでコンビニ着きます。チャンネル登録よろしくね。はい、帰ってきました。買ってきたものをちょっとお見せしますね。今日はこれですね、ほうれん草とベーコンのサラダですね。これとあとサラダチキンですね。これはケイジャン味ですね。ケイジャン味のサラダチキンが2つですね。これは今食べないです。あとこれですね、冷製ピリ辛焼きイカってやつですね。これ美味しいんですよ。なんで買ってきました。で、あとは牛乳が1本とで、これですね、淡麗のグリーンラベルですね。これを1本買ってきました。はい、でこの3つのセットを今から食べます。はい、ちょっとね着替えてきました。はい、じゃあいただきます。乾杯。うまいね、最高です。あ、やっぱね、さっきも何回も言いましたけど、あのね、今日から連休なんですよね。なんで人がめちゃくちゃいました。こんな深夜の3時前なのに。本当に普通に帰る時もめっちゃ人とすれ違ったし、あとコンビニの中にも普通にお客さん何人かいました。はい、びっくりだよね。サラダをちょっと準備します。ドレッシングをかけないとですね。あとこのイカも開けます。じゃあいただきます。サラダからいただきます。うん、うん、グッドです。めちゃくちゃ美味しい、最高。あ、幸せだね。うん、めちゃくちゃ幸せ感じますね。じゃあね、イカもこれね、あのめっちゃうまいんですよ。マヨネーズがねついてて、このマヨネーズとちょっと一味か七味かわかんないけど、それがかかってて、ネギもね入ってて、これがねたまんないんですよ。やっぱ最高、最高です。で、最近ね、これサブチャンネルでも話したんだけど、 YouTube がね楽しいですね。ほんと YouTube いろんな人が見てくれるし、ありがたいことにコメントもねたくさんいただけるんで、 YouTube やっててよかったって思いますよね、本当に。うん、僕あの基本的に普段あのずっと一人でいるんで、YouTube ね、こうやってやって、なんかいろんな人に見てもらって、で、コメントとかいただけると、なんだろうな、なんか人とコミュニケーション取ってる感じがするっていうか、うん、まあ、そうだよね。そのまんまなんだけど、コミュニケーション取ってるのが、やっぱすごい嬉しいっていうか、うん、孤独感がね、紛れるっていうか、楽しいですよね、普通に。はい。うん。あと、まあ、最近、先月にサブチャンネル始めたんですけど、そのサブチャンネルの方もね、結構登録者さんも増えてて、今ね、900人ちょっとかな？うん、900人になったんですよ。あとちょっとでね、1000人になるんですけど、それもね、本当急激に登録者さんがね、増えたんで、びっくりしましたね。うん。このメインチャンネルは最初の1ヶ月目は100人くらいしかいなかったんで、それ考えたらサブチャンネルの方はね、登録者さんの伸びが早いなっていう感じはします。うん、美味しい。ああ、最高だね。うん、マジでうまい。うん、でね、カンクロは毎日何してるんだって言ったらね、ほんと今日今こうやって動画撮ってるまんまの生活ですよ。もう基本的にベッドの上でスマホ触って YouTube 見たりとか、 TVer でテレビドラマ見たりとか、そんなことしかね基本してないです。うん、うん、
そこでサラダ食べちゃいましたね。イカももうなくなりますね。これで最後です。うん、ごちそうさまです。あー美味しかった。はい、じゃあお腹もねいっぱいになったんで、今からまたね YouTube とか見たりしたいなと思います。はい、捨てハゲチャンネルですね。 AV の出演オファーが来ました。これ本当のガチで、これガチです。これガチの出演オファーがちょっと来ました。で、ちょっと今僕ずっと YouTube 見てました。はい、 YouTube 見たりとか、たまにね僕のチャンネルの方にねコメントが来てたんで、それをね返信したりとかしてたんですけど、もうね11時2分、もうちょっとでお昼12時になりそうなんで、そろそろね寝ようかなと思います。はい、はっきり言えることは、もう一日中マジで YouTube しか見てないっていうか、本当に何もしてないよね。ご飯食べて YouTube 見て寝る。もうそんな感じの生活ですよ。うんこみたいなね生活してます。はい、最近まあしょうがないのかなと思うんですけど、うん、まあとりあえずもうね歯を磨いて薬飲んで寝たいなと思います。はい、僕ですね、病気統合失調症なんですよね。なんで統合失調症関係の動画もたくさんアップしてますし、あと僕無職のニートでもあるんですね。なんで無職ニートのリアルな日常みたいな動画もたくさんアップしているので、もしよかったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。あとこの動画が良かったと思ったらグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。